ラジオペンギンと出版皆さんこんにちは西葛西出版の明るい酔っ払い中村慎太郎ですお知らせですというわけで本日は堀口学応用講座ということで、はい、あのー <laughs> はい、なんでまたやってんだって話なんです受講生でございますはい、はい、あのー、こんな話を白布ではやってられないので <laughs> あらっ <laughs> からの焼酎ハイボールでも、これカロリー低くていいんですよ。結構美味しいですよね。美味しいし、ね、これをちょっと開けちゃうと。ああ<ー>。いい音。失礼して。<laughs> どうぞ、わしかさんはあの、飲まないでいいです。今日は僕は。<の>はい。はい、飲まない。飲まない日なんだよね。飲まないですね、はい。いやー。どんな内容なんですか。<laughs> まずちょっとね、はい、井川さんっていう王子精子での会長をしてて、はいはい、会社の金を使い込んでギャンブルをして<っ>特別背任容疑で逮捕されて、はい、何年入ってたんだろうね。何年か5年だか6年だかわかんないですけど実刑で、実刑で入った人がいるんですけど、はい、ちなみにいくら背任で会社から不当に借りたかわかりますか、えー 一応借り入れだからパクったわけじゃないと思うんだけど子、はい、会社7社のお金をなんか入れてん全然予想つかないけど1億ぐらい106億 <laughs> <laughs> 106億106億ですねえでなでかまだお金持ちらしいんですけどはいなんかその井川さんが、はい、結構お酒がお好きでピリタスをすげえ飲んでるみたいなんですよ、うん、ほうほう で、あの、結構ね、ちゃんとした時の井川さんって、俺すげえそうだなと思う時があるぐらい、喋ってるとオーラのある人なんだけど、ちょっとなんか最近、あの、お酒を飲みすぎてるのか、うん、ネットで暴れてたり、言葉が荒かったりしてるのを見てですね、すねはい、あの、なんですかね、ちょっと、 のの身の回りにもいいたじゃないですか<ん>お酒飲んで暴 SNS で暴れる人いたりああいう感じに見えて彼もその依存アルコール依存症で閉鎖病棟入りましたけど、うんはい、ちょっとなんかねあのそれはもうそのなんていうの上級国民のお金持ちの問題だし、うんうん、僕は知らんようん、うん、関係ないから。 あの、酒をおごってやるって言ったら、まあ行ってやろうから <laughs> <laughs> お俺ちゃんいるところにして。くれるなら。<laughs> あの、飲み会に藤原のりかとか来てしいから。<laughs> えそうんだ。誰がいいから俺。じゃ、パイパイデカミを。デカミちゃんお願いします。デカミちゃんお願いします。一回タクシーで後ろに乗ってる業界人がさ、<laughs> 今度の、今度のコンパでデカミも来るからね、とか言って。え <laughs>、それいいっすね、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> いいメンバーだろうとか言って,てね。<laughs> ちょっと、美川さんじゃぜひ、デカメちゃんがいるときはセッティングしていただいよ。篠原愛ちゃんでもね、基本に別にそういうことじゃないです。そういうことじゃない。そういうことじゃないです。そういうことじゃないです。はい。はい、あの えっと、復活エリでもいいです続いてたんだよ、吉田洋さんもいいですね。なんか、続きますね。いかわ、先生、お願いします、みたいな。さてよき、お酒っていうのはこう楽しく飲むもんでさ。そうですね。お酒というのはなんで飲むかというと、やっぱり、機嫌悪くなるならやっぱ飲まない方がいいですよ。絶対そうです。さあ、お酒飲んだら僕、ひさすら上機嫌で、まああの、あるとしたら、 下ネタ過ぎで怒られるとこだけどでも怒る人には言わないじゃないですかまあ確かにねあこの人に言っちゃったみたいなことはあんまない怒らない一緒に飲みに行っても怒んないじゃないですかまあそこでもしちょっとね機嫌悪くなったあごめんごめんっつってねそうそうまあまあ飲み屋飲み屋のね仕事してる人だったらそんな まあ多少はね、ごめんって言えば大丈夫だけど。それなんかわかんないけど、そのスカート可愛いねって飲み屋で言って、セクハウです、訴えますそうはならないですけど、スナックの話もまたいずれしましょう。で、お酒飲んで楽しくなってやるべきことは、自分の想像力のカプセルを飲み込んだようにですね、発想を発展させて、シラフの世界では思いつかないようなことを思いつく。 ために僕らお酒を飲んでると思うんですよ。夢を描いてですね。あの喧嘩するために飲んでるんじゃないし、酒飲んで喧嘩すると負けます。まあなるほど。負けます。確かに。ね、いいことないです。弱い弱くなっちゃう。弱くなっちゃう。はい。楽しく飲まないとですね。せっかく飲むならね。そうなんですよ。はい。ね、まあ特に井川さんなってね、ギオンギオンのあの。 議員、はい、の,の芸者さんがいるようなとことか、うんはい、そういう港区女子あの、立候補しなかった理由はです、ね、うん、港区で立候補すると、港区女子にお金を渡すことができなくなるんだみたいなこと言ってたんで、ゃうね、ギャラ飲みだか、パパ活だか、あのホステスとのアフターだか分かんないですけど、そういう場でやっぱツイッターで怒ってるのは、やっぱおかしいじゃないですか、そうですね、上機嫌でいないと、はい、と僕も飲み屋に行くと、実際 X 書かなくなるんですよ。でしょ、うん やめたうがいいですもんね。絶対やらない。で、あの、ま、あ酔っ払って書くのはもう、イエイ、さサリさん見てるとか書くけどね。はい。さておき、えっと、というわけで、明るく楽しい話なんですけど、はい。ま、応用講座。応用講座。応用講座なんですけど、はい。で、まず、一本目はどこから始めるかというと、タキシードパンダからですね。あ、はい。 タクシードパンダは堀口さんと本人はあの肯定してないんですけど、はい、でまあ、タクシードパンダのアカウントでこんな郵便届いたって言って、はい、あの受け取りに堀口氏とって書いてあるんでさすがに別人はもうちょっと通らないかなと思うですはいそれでまあそれ以上ね名誉についてはいいとして <laughs>、はいまあ、パンダのキャラクターを自分のサブアカウントにしていると。はいうん アシカさんは別にアシカの動物じゃなくてアシカリチョウあそうそうもともとの発端はですねあの佐賀県そうでのアシカリにねルーツがあるとそうですねはいで今パパギーも近くで住んでんだよねそう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 いう意味でアシカさん動物のアシカじゃないんですけどもし自分を動物にするんだったらどういう動物にするかなんですよああなるほどうん 例えば、X のアカウントで、スズメバチってやつがいたらどうですかあんま近寄りたくないですね。刺されそうですじゃあ、黒サソリはいや、近寄りたくないですけど、刺されそうです。そうだよね。じゃあ、ダイオウグソクムシは刺されるものですか虫は、ダイオウグソクムシは刺さない刺さないか知らない、もう知らないの。わかんないですよね。どういうものかはわからない。では、例えば、カンガルーだったらどうでしょう あーまあでも可愛いイメージはありますよね。うんうん、はい。ちょっとなつきはしないよね。うん。なんかカンガルーキックくらいそうですね。そう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 ちょっとやってきそうな <laughs>、はい、やんちゃな感じはしますね。すねはい。じゃあ、えー、犬だったら。あでも犬だったらなんか親しみがね。はい。うんうん、可愛い感じですね。はい。 なんかみんなと絡みたいのかなみたいなね。犬の人がめちゃくちゃ尖っててもさ。まずはそのアイコンからスズメバチにしてこいよっていう話じゃないですか。ハリネズミとか山シだったらちょっとなんていうの本当は仲良くしたいけど、ついついツンツンしちゃうんだよね、僕みたいなのが出てるかもしれないしね。それではパンダはなんでなんだろうパンダね。パンダとは何かなんですよ。 確かにな,クマじゃなくてパンダなんですもちょっと可愛らしいイメージはありますよね、うん、愛されたいとかなかそうそういうことだと思うんですよパンダっていうのは、まあ、めちゃくちゃ残念な生き物なんですけど<う>えっとクマっていうのは結構強い生き物なわけですよ、はい、だけどあの動きが遅いわけですね比較的、うん、そうですよね、うん で餌,餌の取り合いとかだとあんま勝てないですよ、体がでかいから、奪い合いは勝てるけど、はい、そのさっと取ってかれちゃうと、がなくなくっちゃうわけですよ中国の奥地で、えーっと、餌が全然取れなくなって、滅びそうになってるクマがいたんですよ。はい、でももが何にもないと、うん しょうううがねかから笹笹食食っって言って言を食うわけですよ、うんはい、でそれを消化できるようになったんだけど竹とかね、うんうん、竹とか笹なんて何の栄養もない普通食えないですよねそうほぼセルロースだし、はい、それ分解するためにほとんど体のリソースを使ってるんで、うんはい、えっと、ね、これ生物学の話なんですけど、はい、餌が豊富だと繁殖に避けるリソースが増えるんですよ 南の島の鳥とか餌が豊富なところのやつはもう繁殖行動にめちゃくちゃ発達してて例えば極楽町なんていうのはものすごく派手なダンスを踊って求愛行動がものすごい発達してたりあと面白いのは庭師鳥っていうのがいるんですよパプアニューギニアだったかなあの辺なんですけど違うからあっちからミクロネシアだったかもしれない。庭をが 庭を作るんですよ。庭を作る。石並べて、庭師だなんかハウ、<laughs> ハウスを作って、<laughs> はい、美しい庭を作った庭師がメスをそこに迎えられる。面白い。 そんなのさ、死ぬか、食うや食わずやの時にはそんなことできないじゃないですか。確かに。余裕ができると繁殖リソース作業なんですけど、パンダはもう全く余裕がないですよ。もうひたすら笹と竹の消化をしてるんで、だから繁殖力がすごく低いんだ貴重な生き物なんですよ。まず自分が生きること必至なんですそうそう。もう食べて消化する。寝てんでしょ、あいつら。消化するために寝てる感じは。ひたすらまずいもん食って消化するために寝てっていう。で、その、で、 ほぼその生きるのに精一杯だからなかなか繁殖ができないんでもう絶滅危惧ですよね。うんはい、で貴重な生物なんでまあ模様が面白いからね、うん、模様も生態もかなり変わっている、はい、まあ超,超絶レア生物です動物ですね、うん、動物。うんうんうん はい、でかいし、かわいいしね。パンダの子供は本当かわいいよね。あ、めっちゃもうね、ぬいぐるみみたい。そう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 。そうなんですよ。大人はなんかだんだん汚くなって。くるあれ洗えないですよね。え、なんでですか。洗うと、人間の髪はキューティクルって言って、コーティングされてるんですけど。パンダの毛はコーティングされてないから、洗うと傷、傷んじゃう。だめなんだ。そう。じゃ、臭い。臭いでしょうね、パンダ。パンダが臭くないことは、そうそうないと思うけど。 まあまあ、あのでかい獣臭いです基本的に人間だってほっときゃ臭いでしょ確かに試しに3年風呂入んないでい,い, <laughs> いやもうやばいでしょ行 <laughs> <laughs> ってみたら分かると思う一週間でも結構 <laughs> あっそうそうそう基本的に哺乳類は臭いですね <laughs> うん、うん、猫は臭くないですよでもあそうなんだ、うん、猫は自分の匂いをベロベロ舐めるんですよ 確かに毛繕いとかするから。猫飼育あるあるで、うん、自分家の猫が超かわいいのに、はい、肛門をベロベロ舐めてるんですよ。<laughs> それで見て、うわーってなって、その下で舐めないでみたいになるのが結構、猫飼育あるあるなんですけど、<laughs> なんでかっていうと、はい、お尻からその排泄物で匂いが出るじゃないですか。はい、その匂いで敵に気づかれるのを恐れてるわけですよ。なるほど猫っていうのは、もう、サイレント。えー、と要するに、忍者みたいですね、うん、隠れて、うんうん 猫って高い高いとこの暗い穴とかに入ったりするわけですよなんかそういうとこ好きなんですよね木のうろみたいなとこに入って下を見てずっと見ててネズミとか取ったらシュッて狙って捕らえるっていうその時匂いで気付かれたらおしまいなわけやなるほどそうそうじゃ消臭しなきゃいけないですねそうそうパンダはそんなことしないからまあ臭いとは思いますけどまあ哺乳類は大体臭いと思った方がいいですねなるほど でさておき、はい、こうすごく可愛がられたいのがタキシードパンダだと思うんですよ、うん、しかもタキシード着てんだよああほっすねなんていうの尊敬されかっこいいくて、はいうん、しかも誰からも愛される最高のなんていうのかな紳士みたいな感じですよねタキシードそう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 ああなるほどなうん紳士かつ愛されたいダンヒルを着てね <laughs>、うん、はい あすかさん分かってないですけど、ダイヒル。あの、分かるようになりました。分かるようにな分かるよんとなったですけど。はい。ダイヒルを着てるんですけど、あの、ダイヒルちょっともう買えないもん。なんか分かった、その理由が。あの時は分かんなかった。前回ぐらいの時は。ダイヒルなんとかした方がいいと思ったよ。ちょっかいでしょョ逆に俺、ダイヒル買っても面白いかも。ネタで。YouTube が成功したんで、ダイヒルの。みんな爆笑じゃないですか。 買ってったんとにかく、可愛がられたいし、はい、人気者になりたいと。そういうことだ。というような、まあ、心理が見えてくるんですよね。はい、で昔僕、あの、リラックマのアイコンしたウラ、ウラーレッサポの中田さんって人に、リラックマ、めちゃくちゃ粘着されて、はい、ほら、なんでなんかね、やっぱ僕の弱みが見えて、ほいほい。 やっぱ気にになるわけですよ安的にでそこをついてるうちに僕はもうなんか死にたくなっちゃってららすごい辛かった時がそんなに詰め詰めっていうか,言われかいや多分ね単純に僕が一気に売れすぎたから、うん、うつ病になってたんですよそういうことだそうはい、はい、でもそれはもう完全に投薬して直したけど、うん、それ2015年ぐらいだから、はい、えっとその投薬始めたの2019からなんで4年間じゃもうそうだったんですよねあ4年間っていうかもう多分10年来のうつ病を 様識がないって言うんだけど、あの気づいてなかったんですよね。今別にちょっと調子悪いなと思ってたんですよね。そう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 そその時その人はリラックマのアイコンで、僕あんまりリラックマ好きじゃない。ああそういう理由で？なんでなんでそのね、あの人に粘着して文句ばっか言ってるウラサポが、ウラサポは別に悪くないですよ。そのその人の問題なんですけど、なんでリラックマにしてたのかっていうのを考えたんですよ。なるほど。 よく見ると僕に粘着してるアンチの人ってキリンでしょキリンリラックバでしょキリンって普通のイラストのキリンキリンですキリン名前忘れたけどすげえ機嫌悪くていつもそうイライラしてるんだキリンがね何なんだとあとあのタンでしょカメ亀亀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 亀イカ亀亀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 亀 それはあの僕があまりにもちょっと誹謗中傷だ、ひどいなと思って、浦和のあの最古んのね、開幕、J リーグ開幕から見てる人に何とかしてよって言ったらいなくなりました。何るかが動いてちょっと何とかするねって言って、どこに行ったかはしい僕は知らないですけど、おかげでね、何とかなりましたけど、まあそれはでもやられてるのは自分の弱さもあるし、 あとやっぱり一気に成功してちやほやされてたから僕、うん、サッカー業界でもマジでパンダみたいになってたんですよはい、はい、スタジアム行くと声かけられるんだからすごめ、ね、んみたいな,たいなああ、はい、会いたかったですみたいな <laughs>、ね、あの状態も二度と戻ってこないしバー、うん、の未婚の状態でたたかっ既婚で, <laughs> <laughs> ではなくですね <laughs> 結婚っていう前に間違ってファンレター来たことあるんですよ、女の子から電話番号をつけて、それは別に返してないんだけど、結婚っていうのはすぐ判明したから、時間それ多分あっちも気づいて、あっ、あっって感じで、フォローが外れていたというあそれは全然ね、こっちはどうこうする気ないんですけど、未婚の状態で千夜川されたら、多分超モテるんだそうでしょうね、なんか想像ができないぐらい、モテるない最高の男でした。 見 <laughs>、ね、ちょっ,と見払ってました、ね、見払ってた <laughs> はい宮原さん既婚あどうだろうわからないともかく、はい、可愛がられたい人気者になりたいっていう願望が溢れているのが堀口さんだと思うんですよ、はい、でアプローチがあのなんて言うかななんかやっぱ人気者ではあるじゃないですかはい堀口さん以上に数字持ってる人は、はい、あのネット会話にいないと思う人も確かにもう 何だろうタレントさんとかレベルになっちゃいますよね堀、うん、エモ門とかより人気あると思うよ確かに、うん、うん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 数字を持ってる自分で番組作れないのが相当難点なんで <laughs>、まあ、YouTube をやるのはいいと思うんで、うん、堀口さんにあの俺からの上から目線のアドバイスなんですけど<笑><笑>、はい、やっぱりなんていうかな立て直す時は、はい、YouTube から。 やるとといいいかかでも確にうののあねちゃんんなて攻撃的だった時とかとことかはあるじゃないですかどう見てもねポたポた焼きしちゃったりとかそういうとこはちょっと反省しつつ僕もユタボンになりますみたいに「ユタボンわかるユタボンあユたボンのことはいいや」改心してやれば結構そこそこ稼げんじゃないですか普通の仕事分ぐらいは稼げんじゃないですかね人気者にもなれると思いますよ。はい ももとと人気ありますからね、うん、今やってるのは誰々に対して被害を訴えて開示しましたっていうのとか誰かのダメ出しとかが多いんで、うん、そういう表現系だとなかなか難しいんですけどそうですね一方で、はい、じゃあこのタクシードパンダの話はもうみんなわかるわけですよ、はい、みんな知ってるひまさらあかねさんっていう人がまあ対決してるわけですよ、はい、あの山まだ燃えてんなっていうこの場合ったあれですよね <laughs>、はい ずっと対決バチバチチにしているわけですよひまそらさんもひまさらさんでやっぱりあのちょっと自分の価値観に合わないものは許さんみたいな、はい、ちょっと潔癖なところはあるわけですよ。ね、潔癖っていうか、はいまあ、特に堀口君だとあかんなみたいなねなるほどちょっと繊細なところがあるわけですよ。はいはい、で,、えーでまあ、ずっと戦っていて最後までやるぞと最後まで,できることをやって最後までやってどこに着地するか知らんみたいなね。なるほどですね、うん、はい ヒマスラさんは動物デうと何なんだろうっていうのは俺考えてるんす<ー>何だと思いますようわさん<け>僕からしか話聞いてない、直接聞いてないと思うんですけど。うんうん、難しいなぁ。何だろう。うーん。何だろうな。虎とか。<laughs> ほぼ正解。本当ですか <laughs> ほぼ正解なんですよ、それが。さすがだね。なんで虎って思ってた <laughs> いや、最初はライオンかなと思って。はい,はいはいはい。まあでも その王って感じではなくて、ライオン群れるからね。あ、そうかそうあの人群れないはい。あの根本的な生態としてはね。確かに。なんかその孤独のなんか孤独単独の強さみたいなのがあって、まあでもライオンじゃないだったらじゃあトかなと。はいはい。まあかなり惜しいとこまで行ったと。本当ですか。虎はね、びっくりしました。ちょっと強すぎると思うんです。ああ、なるほど。やっぱり。 はですねやっぱあのアスナがいないとか飯がまずそうとかそんなのをやられてるようじゃトラじゃないよ。言わないと。か井川さんとかのがなんかそういう強いライオンとかね、感じはしますよね。なるほど。今、の喧嘩してますけど、俺のニコ生濃いやとか言って、そうなんすけど、どうなったんだろうね、知らんけど。あ水曜って言ってたから、これ公開された後ぐらいにやるかもしれないおお。楽しみ。楽しみっていうか、なんか。 あんま僕暇空さんの対談系より暇空さんの自分を掘っていくやつの方が面白いんであんまり対談見ないんですけどね。そうなんですねで、じゃあ何なのかって考えた時に僕は猫科だとは思ったんですよ。ということはやっぱツンデレ型なわけですよ。虎でも正解でいいかもしれないんだけどでも虎ってかわいいいやあんま可愛くないですね。 でひまさらさん、さらちゃん、あかねちゃんって、あかねちゃんじゃないですか。はい、まあまあ確かに。ね。はい。なんか、アジアンタイガーとかじゃないですか。本当ですね。<laughs> そう、ひまさらあかねですって言って、はい。で、ちょっと自虐を入れて、はい。自分で台本書いてんだよ。はい、うん。 彼女っていうかアスナいないじゃないですかって言われてナイフが飛んできてグサッとってヘイトスピーチとか言って言うわけですよちょっとかわいいかわいげがあるじゃないですかトラはこのかわいげないですよねここの生き物なんでそうですねというわけでですねの猫科の動物でマヌルネコという猫なんです知らないタイトルに入れてるんですけど TP はタキシードパンダですねタキシードパンダ対マヌルネコっていうやつなんですけど マヌルネコ知って、知らないですか知らないです。マヌルネコ知らないのはまずいんじゃないですかまずいですかマジで皆さんわかるんですか猫って動物は知ってますね。はギリギリ。猫はどんな動物ですかどんな動物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 あれ、本当はなんて名前ですかえ本当の名前うん。え、わかんない。キャットとしかわかんないですね。多分あれ、家猫ですよね。 あ僕らが見てるのはってことですか家猫って名前じゃなかったっけあれ学術名とかですかえっとねあれは猫なんですけど、はい、リビア家猫ですね家猫、えー、フェリスシ,シルベストリスケイタスですね何ですかそれえっと学名あ学名はい、うん、フェリスってなんかあ、ね、れよく出てくる家猫は日本和名ですか 家猫は標準和名はカタカナで書く正式なやつで漢字で書いたりするのはなんか違う、はい、なんか名称、はい、名称みたいな感じなのかな、うん、あの違う何かいろいろ俗名っていうのがいっぱいある,名なるそう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 いうことです港によって赤いかっていうイカがどれだか違うとかあ,<ー>ある話ではい、はい、本当の赤いかっていうのはあの標準和名の赤いかは確かフロリダ沖で取れるでかいやつで、はい あの、イカフライとかにするやつ。日本でゃ取れないですね、基本的には。のはずだけど、だからイカは俺あんま詳しくないんですけど。そうなるほど。まあでもそういうのがあるんですね。そう。家猫ですよね、あれ。家猫。家猫以外に何猫がいますわからないな。イリオモテヤマネコ。正解。あれはイリオモテ島の固有種じゃないですか。はい。猫科に鋭いね。いや、これぐらいしかわかってないですよ。たまたます。あれ、ヤマネコですよね。はい。ヤマネコと家の具の違いって何ですかえ山にいるか家にいるか <laughs> まあそうなんだけどそれをもうちょっと製造度上げると飼われてるか野生か鋭いねえっと家猫は家畜化された山猫なんですよああもともと山猫なんですかじゃあイノシシを家畜化したら何になりますイノシシ家畜化する豚正解じゃあえとなんだっけえオオカミを家畜化したら 犬だそうでしょ家畜化って何だろうねじゃあね家畜化人間と共生するうんそう人間が飼いやすいようにえっと家畜化する時はまずじゃあ野生の何にしようか野生のアシカを捕まえてくるじゃないですか家畜化って実はすごい難しくてあんまり家畜化に成功した生き物って多くないですああまあでもそうでしょうね何かほかに思いつかないですねいるけどいるんだけど細かいとこ言うとトナカイとかさ トナカイ、うん、えっと羊とかヤギとかあそういうことなんだ、うん、いろんなのいるんだけど、はい、まああのそんなに多くないですよ、うん、実はいろんな生き物の種類何種類だっけえっと2,000万種とかだっけ2,000万とかいたはず、はいうん、確か1億ぐらいまでいるかもみたいに言ってたん,んじゃなかったっけなうんちょっと忘れました、はいえっと、そのうち数種類って結構少ないですよね確かに、うん、数種類って 10, 10ぐらいかな ちょっとかいどこまで家畜と取るかなんですけど家畜家っていうのは野生のアシカがいてまずじゃあ例えば100匹アシカがおウおう言ってるじゃないですかおウおウおウって言っててオスメス50匹ずついるとするじゃないですかどれカップリングしますどういうふうに選ぶかそうえどうやって選ぶんだろうなんかいつも一緒にいそうなやつとかまず 人間がその足シを何に使いたいかなんですけど、はい、肉が欲しかったら太ってるやつがいいよねそうですねうんはいで一番やんなきゃいけないのが凶暴なやつダメだよねダメですねうん確かにだからおとなしくて太ってるやつを選んでくるわけよああなるほどう言うこと聞きそうなやつはあ,あと成長早いやつとかね、はい、あと繁殖力旺盛だから、はい、ね すげえ性格がおとなしくて太ってて性欲が強い人って言ったらまあアシカさんのこと,こ,とこ,とことじゃないじゃないですけどアシカさん太ってないし性欲もねほとんどないですからねあれですけど知らねえけど知らねえけどまあ犯罪者っぽいやつは除外していくんですなるほどね凶暴な人攻撃性があるものそうするとだんだんなんかおとなしいものが集まってきてそれで人人に慣れてきて それによってですねあの何て言うかあの可愛い見た目のやつが残ってくるんだもああ可愛らしいさあ、で模様も模様とか外側の見た目も結構多様になってくるんですよ <うん S 1> へえ <ー S 2> 自然界だと外の模様によって生存率が違ったりするんですけど <はい S 2> なるほどそうでも家猫っていろんな見た目いまますすよねね見た目によって生存率変わらないからそうか関係ないからかそう,そ,うそうなんですよ でその中でですねマヌルネコっていうのは山猫ではあるんですけどえっとね見た目はちょっとこ写真あの実は僕作った画面に貼ってありますあそうですねゃど皆さんも分かってるこういうやつなんか凛々しいそうかっこいいマヌルネコはちょっとブサカワ系なんだって毛がもふもふで山岳地帯とか乾燥地帯にいるんですけど。 で、あのー、孤ハンターですよね。ね、ううなんか、かっこいいですよね。うんうんうん、かっこいい。だけど、ちょっとかわいい。ああ、なんかわかる。だから僕はひますらさん、マンルレコなんじゃないかと思ってる。た <laughs> 世の中でそういうこと言ってる中村さんだけじゃない。そうだね。ブロックされるかもしれない。<laughs> ブロックは多分時間の問題なんだ <laughs> 多分無理だと思いますよ、さすがに。<laughs> 勝手に喋っていくからね。<laughs> 確かに。 はい。で、えっと、このマヌルネコの特徴として、動物園にもいるんですよ。上の動物園にも2匹いるし、超可愛いです。可愛いけど、なんかあの、アメリカンショートヘアーとか、スコティッシュフォールドみたいな、あの、キュン可愛いみたいな、みたいなのは、あんまない。そんな感じではない。みたいにならなくて、お、かっこ。 見えないとどこ行っちゃうんだみたいな, <laughs> なんかそういう感じで、はい、なんか殺そうとしてるうん、うんね、こういう写真もありますけどねあ本ほんとはモフモフしてるかっこいいしモフモフで <laughs> なんかあのー、で動物園で飼っててもま人に懐かないんだってう、うん、そうなんだそこがやっぱ虎、まあ、は虎はちょっと正解なんだけど <laughs> <laughs> 僕の上を行かれてしまったんだけど <laughs> でも虎の。 強さはないかな、暇空さんもうちょっと弱い生き物だよね。あんまりこう、いきなり殺傷するような感じじゃないあ、そうそう、なんかドナルド・トランプみたいな感じじゃなか。ああ、とらとっていうとね、確かに、そうそうそう、そうか、アイアム・アメリカみたいな、ガサって爪でかるみたいな、そうそうそう、そうそうそそうそういう感じよりは、なんかこういう可愛い孤高の生き物が、自分なりにネットを楽しんで、ゲーム楽しんで生きてたんですよ。 でもある日、ひゅって穴,穴蔵から外を見たら、はい、自分の,その楽園がけがされていたんですよ、うん、僕はこの森に住んで、森の動物たちと眺めたり、うん、景色を見たりするのが好きなのに、はい、森を壊すやつがいると、うん、許せないって言って戦いを始めたんですよ、はい、だから、マヌの猫は、ひまらさんは俺に物理が来るかもって言ってるんですよ、物理殺されるか。お そういうことは本当に僕らは見たくないですけど、うん、そういうリスクを抱えてやってるんですけど、はい、それは彼が強い生き物群れる生き物じゃないし強い生き物じゃないし、うん、こういう小さい山猫にすぎないからなんだと思うんですよでもなんか僕らが結局ね、うん、アンチの人が嫌いになるのは、はい、その山猫のくせにみたいな話だういうことか 彼らはその群れを作る生き物だからみんなでそのヌーの群れみたいに群れてるわけですよちっちゃいヤマネコがキーって吠えてるのなんてさ丸の猫はなんかね片方だけ口開けて歯出してニーって脅すらしいんだかわいいよねちょっとウィンクみたいなそう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 この丸の猫がめちゃくちゃ頑張ってるわけですよそこにちょっと心打たれたとこがあって なるほどな。さっき政党の人がね、まあ、はい、井川さんはあの日本保守党の。賛同者、党員なんですけど。うんうん、なんか、その国政政党とかって、俺もうピンとこなくて、わかんないんだよね。<ー>うん、もう、なんか、僕の。興味持ってる範囲の話じゃないっていう。なるほど。はい。そうそうそう。で、このマヌの猫はちょっと、興味ある。い <laughs> るわけですよ。はい。自分なりに、やっぱちょっと、結構可愛いなと思ってて。そういうのを見て。 やばい宗教に高学歴が寄ってってオールオウム教理教みたいだとか言ってる人がいるんですけど俺はなんか猫見てるだけなんだよね僕の感覚としてはね感覚結構こういう感覚の人いるんじゃないかな,なんかまあそううでしょうねなんかたまにうわっとか吠えててさ、うん、えやめればいいのにって言ってる人もいるようん、うん、いるけどでも猫だったらしょうがないじゃんまあね、まあ、なんか そうい痛かったんだろうと、うん、自分の住みかへ起こされたみたいなさ。というわけでひますらさんはマヌルネコ論っていうのを人知れず <laughs> あの言っていきたいかなと思ってん <laughs> すけど上野動物園とかとあとどこだっけなえっとね栃木か群馬かどっかにもいたからそうなんですねそれであのー、そこのマヌルネコだけ。 チークインのお姉さんにめちゃくちゃ懐いてる。なぜ <laughs> 人に懐かないマヌルネコがめちゃくちゃ懐いてる <laughs> そのお姉さんがすごいのか。だから、ちょっとだからな、人に、その、はい、なんて言うのかな。懐かずに、ここの位置でいるっていう風に言ってんだけど、うん、本当は慣れ合いたいっていう可愛さもあるのが、すごい暇空さんっぽい。うそういうこと。うん、なるほどですね。本当はみんなと遊びたいみたいな。マヌルネコ、 夏区とか、栃木だったかな、うん、群馬あったかなまあなんかその、お姉さん、マヌルネコお姉さんとかって検索すれば出てくるますはい。めっちゃ面白いから見てください。はい。ね。というのが、マヌルネコ。はい、えっと、2段階目ですね。2段階目。で、まあ、タキシード来たパンダとマヌルネコが争ってるというの我々はずっと見せられてるんですけど。<laughs> ね、はい。両方モフモフしてますね。両方モフ <laughs> <laughs> まああの何、ー、するかなんかもう可愛いんだよな <laughs> 二人とも俺なんかこんなこと言ってるのは僕ぐらいかもしれないんだけど、はい、結構わかる人いるのかなこれなんかああ共感できる方はでもあかんなあなるほどねって思ってるかもしれないです今いな,なんかね、うん、みんな,なんこいつは悪でこっちは善だみたいな,<ー>、ね、でなんか悪の方は何やってもいいみたいなうん、うん、それってあの戦争を起こす人の心理なんでああそうなんですねそうだよ戦争っていうのは 自分と違う、うんうん、自分の外の人価値観の外の人間だっていう人を、うん、あの攻撃していいっていう理屈にして攻撃するんですまあそうかそうじゃないと起きないでよね。民族のことバルバロ言って昔言ったんですけど,どるバーバリアンですよね。あ<ー>ヤバンジーヤバンジーは言葉が通じない人のことなんですよ。うん。言葉が通じないとか価値観が違う人を殺してもいいものって認定する、はい、そういうことだるそれが戦争の始まりですよね。はい そういうのはやめようぜって思うんだけど、うん、僕はでも左派の人は結構あの思想で生きてるから、うん、自分の思想と違うやつは許さんみたいになってくるんで、うん、だから左派の方が戦争を起こすんですよねそうなんですねだけどサハの方が平和のためにやってるっていうからあ難しいっすね、うん、なるほどなじゃあ左派が悪でなくなればいいかと思うと右派、うん、は右派で暴走すると大変で、はい、やっぱ思想を基づいて何か物事を良くしていくっていうやり方も結構いいことではあるんですよね、うんうん だから両方あってこのシーソー「ギッコンバッタンしてるのがやっぱ一番「ずっこん」「ばっこん」じゃないですよ「ギッコンバッタンしてるのがシーソーみたいな、ね、そう「はい、シーソー」みたいなのがいいかなと僕は思いますけどねはい、はい、なるほどでういうわけでこれ二2段階目まで来たんですけど、はい、この2人はなんだろうなって思ったんですよ、うん、でんこの「ひまそらあかね式」の物事の解釈の仕方っていうのがあって、はい、これが全く分かんない人は 暇されるかねまたバカなこと言っているとか知性のかけらもないとか言うんですけどうん、うん、これはちょっと僕もやろうかなと思ってます<お>で僕、はい、この二人はコスモスで育ったのかなと思ったんですよコスモスコスモスモっていうのは何の略かわかりますチルルドレン・ン、はい・オオブ・ソジャー・ーマシシガニックステムえっそれチルドレン・オブ・ソルジャー・マシン・オーガニック・システムですよねえそれ なるほど。ギリギリ頭文字だけ終えました。シルトネオブソルジャーマシンオーガニックシステムってのがスプリガンっていう漫画出てくるんです。あ、スプリガン。スプリガン知ってる？マガジンとかでしたっサンデーなんか友達がめっちゃ好きで読んでましたね。スプリガン俺すごい好きで中学校の時の友達が。これなんでやってたの？サンデー、サンデー。サンデーだ。毎巻集めてましたね。うん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 。めっちゃハマってた。皆川良二作画えっと原作は高杉浩さんですね。 SF というか、なんか、近未来的な。ま、あの、戦争じゃないけど。価値観としては、ムーの世界ですよね。ムー。あそう。はい。オーパーツが、みたいなね。あなるほど。それが本当にあって、そのオーパーツを、オーパーツは本当すごい力持ってるから、水晶のドクロとかちょっと振動せると、ビューってすげービーム出ちゃったりするわけですそういうやばいオーパーツを集めて、保存して、未来の人類のために保存するっていうことをやってる。そういうストーリー。アーカムっていう組織があって、はい。 いいなんですよ軍事利用したいアメリカ軍が出てきたりとかミリタリーの場面もありますよね基本的にミリタリー系なんでそうですよねそうそうそうそれで主人公の尾身内優っていう選手じゃないやとサッカーの癖が人が主人公なんですけど普通の高校生やりながら副業みたいな感じでアーカブのねスプリガンっていう組織で戦ってるわけですよ なるほどはいそれに出てくる結構ラスボスに近いところに出てくるそのコスモスっていうのがあるんですよ。コススこれはあのアメリカのチルドレン・オブ・ソルジャー・マシン・オーガニックシステムっていうのがあってチルドレン・オブ・ソルジャー・マシンだから子供が戦うマシンの戦闘オーガニックシステムですよ衛星システム。 なるほどだから子供のうちに洗脳して、はいはい、オリハルコンオリハルコンがなんだかっていうのはもうちょっと材でしないでなんかなんかもけオリハルコンはもう一回置いといて <laughs>、はい、チップ埋め込んで、はい、その舞台同士の連絡をなんか意思だけでできるようにして、うん、それでめちゃくちゃ強い舞台子供だけの舞台みたいなのを作るんですよ。<ー>でオミナユウは昔さ,さらわれてそこにいたんですよ。はいはい、でそこかからなんからされさて、うん なん、なとか人間性を取り戻して、それでスプリガンになったんですよね。はい、人間味が溢れるのが、ミ美ユ有なんですよ。そういうことだ。で。でタキシードパンダじゃねえっと、<laughs> えっと、あの。そこにずっといた。はい、誰だっけ、えー、っとね。金谷翔っていう。選手が。はい、<の>選手じゃないです。その、そこに残って、<laughs> はい、今、指揮官になってるわけですよ。僕、はい、もうその人は子供じゃないと。 まあでも高校生ぐらいの感じああそう転校していくんですよしかも<ー> <laughs> 転校して着替えるときにめちゃくちゃ傷だらけで <laughs> 何者だこいつみたいなそしたら実はコスモスだったわけですよ、はい、でコスモスさえ海みない猶が行われるんですけど、はい、まあ細かいことは置いといて、はい、その金谷翔は最後に人間の心ないマシンのはずなのにやっぱ自分の感情があって、はい、最後の最後で 本当は君のことが羨ましかったんだおないよって言ってバーって自爆すするんですよねうん、うん、なんかこれを見せられてる気持ちになるんですよ。うん、えー、堀口君があんなに、うん、あんなにひまそらさんに固執するうん、うん、のなぜかうん、うん、それはえっ、ー、とああいうふうになりたかったんですよ人気者みんなの人気者なんですよひまそらさんって確かに。 何のかんので,で、ね、どんだけ悪く言う人がいても、うん、やっぱあの丸の猫だから、うん、やっぱちょっとかわ,かわいいわけですよ <laughs> そっ<か>あれがスズメバチだったらダメなのちょっと可愛いさが結局よくないかわいいところがみんな好きなのなんかちょっとわかる気がしますなんか朝からぶち切れてたりするんだけどもう「ニ <laughs> <laughs> ちゃん <laughs> んですね、<laughs> そう多分そういうのが出てくると思いますあのなるほどみんなねなで結構イチャイチャしたいのほうんうは、うん、だけど世の中はクソすぎるからイデラしちゃうんだよね <laughs> <laughs> 何なんだよそうで結構ファンはそういう人だと思いますよう でそれが全然その感覚が分かんない人とか、はい、アニメとかが分かんないとか、うん、逆センスがない人は敵になってくる、うんうん、まあそうですよねで左翼ってコメントいただいたんですけど、はい、左翼は笑わないんだって笑わない左翼の会合とかは深刻そうな顔でなんか言うだけでそう,うとか なんとか被害がすごく深刻でこれに取り組みたいと思いますみたいな笑ったら多分怒られるんでしょうねそうそう僕とか絶対無理ですねお前何笑ってんだよって言われちゃうやっぱり安倍晋三とかちょっとこれ右翼って言ってるか分かんないけど小泉純一小泉純一一っけ小泉潤小泉じゃない純一朗だそうだ 小泉純一郎なんかなんか飲み会だとずーっとしてもらいたいって永久に笑わしてるらしい。<laughs> 高橋洋一先生が言ってたけど。<laughs> そうなんだ <laughs>。そう。まあ最終的にはなんか右だか左だかわかんないものなったんですけど、小泉純ちゃんはね。はい。うん。わかんないっていうか、わ、まあ、かんないです。そこは知らないっ,ぴっていうことで、うん。<laughs> はい。なんですけど、はい。その なんか右の方が笑いがあって、うん、それユーモアがあるって捉えていいんですかなんだろうねやっぱ左の人真面目だよね確かに真面目そうな気がする、うん、真っすぐですよねそれこそほらイホロ井憧井シさん、はいはい、あの人はもうクソ左翼だからああそうなんだ確かに、ま、真面目だしうん、うん、あんま笑わない、ね、確かにあんまりそういうイメージない、ね、そういう笑うモードになったらあれだけどうん、うん、真面目モードで考え始めるとうん、うん、だからなんか思想に向き合うっていうのは笑いを奪うのかもしれないですね でもなんかわかかるる気がすななん真剣に考えろとかって言われると笑っちゃダメじゃないですかでもなんかなんで笑っちゃダメなのかなって僕は思う時は結構ありましたね今までの人生の中で面白いから笑ってるのになんでかなみたいなそうそうなんですよ共産党の中国の人が笑ってるイメージとかないもんね確かにですねやっぱいつもしかめっ面でなんかやってると確かに なんか笑いってやっぱりふぬけてるとかって思われちゃうかな。なんだろうね。ね。なんかそこは、なんでかってところに踏み込めてないんだけど。で、まさがさんの周り結構面白いんだね、やっぱねああ、でも、無料歴戦と出てきたりとか。歴戦、戦いが出てきたね。残像だと。かセンスが、なんかね。そうね。面白いっすよね。でも、もう聞いてないと思うけど、僕らの周りにさ、共産党心配いるじゃないですか。あの人も、笑いとかないよね。まあ、確かに。うん。笑いとかの。 あれでやってないじゃないですかそうですね真面目じゃないですか真面目ですね、うん、で、共産党の民生っていうなんかの大学で共産党の勧誘してるちょっと、うん、まあ学生の中ではやばいから近寄んなって言われてた組織があるんだけど、はい、そこに入った人は僕らの中のバカ話に入れなかった人なんですよ ああ。僕らはほらあの、メーリングリストっていうのがあって、クラス全員女の子も入ってんだけど、はい、そこでどこまでギリギリの下ネタを入れるかっていうのが<笑><笑>それ絶対楽しい、それ。絶対面白い。でもめちゃくちゃ苦情が来て、やりすぎだろうね。<laughs> <laughs> やりすぎだめだよ、って。<laughs> でもそれなんか、ゲームで負けたやつが、うんうん、じゃああの、じゃあ次のテーマは女性器でいこうとか。<laughs> <laughs> <laughs> でもテーマからアウトじゃん。<laughs> そう <laughs> どうやって議席を攻めん,んだよ。相談生の頭脳を使って。ハイクオリティな。<laughs> そうなんですよ。そう。ね。面白。<laughs> <laughs> こういう、ま、笑いのセンスがある人って、うん、なんか確かに、その、左翼的じゃない。ね。それで一番面白かった人は、思想は、政治思想は知らないんだけど、はい、まあやってることは、あの、 結構でかい経営者やってるから、うん、経営者ってちょっと右寄りになることが多いよね。ああ、まあそうですね。ね、確かに。そういう感じですよね。うん、なるほど。うん。そういうあの時下ネタ送ってや裁判官やってんな、ね、今。<laughs> そうなんだ。<laughs> <laughs> ちょっとあのお、名前とかね、出せない、はい、出せない。出せないです、ね。出せない。かね、あの時あの、すげえ困った顔して、ど、ど、どうしようとか言って、あの、あの <laughs> 東大入って、なんか、飲み会でバッゲーム負けたから、あの、<laughs> 渋居と60人で送んなきゃいけないとかて言って。<laughs> 人。ね。ああ、面白い。そいつはあの、裁判官ですね。<laughs> うん、記録終わったらまだやってるんで、はい、ちょっと詳細なこと何も言えないんですけど <laughs> はいノーヒントでそうですね、まあ、何送ったか覚えてないけどね、うん、まあそういうのもやっぱいい思い出じゃないですか、はいね、まあそうですね学生の時のですね、うん、うんうんねえだ東大結構楽しかったなとか今思い出しましたねそういう、ね、なるほどな、はい、というわけでその2人は実は同じコスモスに捕まってたと思うんですよ、はい、そういうことだうん でそれは多分家庭の問題堀口君は毒親のせいでうまくいかなくなったみたいなことをずっと言い続けてるんですよ。うん、ねうん、うん、で暇まさらさんもやっぱり家庭の親に「IQ テストよかったからお前天才だから」って勉強させられまくって、うん、途中で嫌になっちゃって、うんはい、でもう家でゲームばっかして、うん、っていう2人ともそういう同じコスモスにいたわけですよ。本当だ ねうん、うん、だけど暇そさら金やってる人はそこから脱出しちゃって、うん、今みんな仲間に囲まれてギラ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 笑ってるわけですよそうですねだからそれがね憎くてしょうがないとだからそこを狙って攻撃を仕掛けるわけですよだけどそれじゃあマシーンとして戦いに行くよりやっぱその、はい、笑いながら仲間とやってる方が強いんだよねこれはねああ<ー>、うん、なるほど、うん、で コスモスはもうコスモスしかないですよ。はいはい。で、上司みたいないるんだけど、上司はもう道具としか見てないから。ね。そこになんか楽しい会話とかなさそうですね。そう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 。で、お見ない言うには、もうスプリガンの仲間がいるわけですよ。ライカンスロープとかね。ジャン・ジャックモンドっていうライカンスロープがいる。んですね。ライカンスロープわかるライカンスロープ、聞いたことあるけど、んでしたっけ獣人ですね。獣人。はい。っていう意味なんだ。あと僕のすごい大好きなティアフラットっていう魔法使いとかね。はいはいはい。 なんかそう聞いたことある。そうでいろんなやつ仲間になってきたりするわけですよ。はいはい。なるほどね。ね。うんうん。だからそのやっぱそのある種家庭と学歴の話をしたと思うんですけど。しましたね。そういうのがコスボスになっちゃってやっぱ若者を追い詰めていたところはあるんだけど、飛馬空さんはゲームでそこ抜け出せたんですよ。そうか。だけど堀口さんは多くの人がそうであるように抜け出せなかったわけですよ。うん なんか学歴もないのになんであいつはこんなうまくいってんだ金稼いでみたいなのは憎いっていうのはやっぱりこのバックグラウンドがコスモスだったっていうのはあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですよね。面白い考察ですねこんな聞かれたらブロックされるかもしれないからねからたまにさ暇沢さんに西川さ10分がこんなこと言ってましたよってリップするやつがいいんだけど <laughs> 俺がブロックされるだけだからやめ,やめて <laughs> あのバレないようにして。<laughs> <laughs> 本当に、やめて。なるくんも聞いてたら言わない。<laughs> やだから俺。一刻やめてと。<laughs> サブアカデミーに行くのめんどくさいから。<laughs> ね。はい。で、うん、じゃあもう一個進めると、はい、じゃあ、暇空金を成長させたのは誰だったんだっていう話なんですよ。一つには、あの、UO なんですよ。ウルティマオンラインなんですよね。ほうほうウルティマオンラインを、はい、っていうのはやっぱり彼にとってはおぼろなんですよ。 おぼろってのは師匠ね師匠そうどういうことですか海内優の師匠ああはいはい圧倒的に強くてもう海内ん中いつもボコボコに負けるわけですよだけどやっぱアーマードマッスルスーツを脱いでですね自分で感じるようにしたんですよ空気の流れとかを感じるんだとあれみたいですよねああ感じるねそう考えるな感じをドンツクシンクフィーアブーかっこいい そんな言い方だったか忘れました。<laughs> はい。ね。はい。ドラゴンサウドラゴンサウナ思い出しちゃうね。あのドラゴンサウナ、ね、柏の、あの、柏じゃない、大高の、流山大高の森の、ドラゴンサウナね。ローリンー,ー。ドゥー,ー、ドゥー、カーッシュッ <laughs> みんな逃げ出していく。そうそうそう、熱くて。熱い、熱 <laughs> ね。そういうことで、 あのー、でおみなやゆうはですね、はい、彼女がいないんです。おみなナゆうのことを好きと思われている女の子2人はいるんですよ、はい、双子の子が双子初号と加賀穂っていう子がいるんですけど、はい、なんかそこはなんか高校生らしくすれ違ってて何も起こらず終わるんですよ、うん、あそうなんだ、うん、でまあ,あのソメイヨシノっていう僕の大好きな泥棒泥棒泥棒 な泥棒遺跡嵐っていうちょっとやべえやつがいるんですけどその子もすごい可愛くて名前なんですねソメイヨシの同年代なんだけど何にもなく終わるんですよこの漫画ヒロインがいないんですよ恋愛関係あんまりないんですかヒマソラ関連らしいじゃないですかヒロインが出てこないんですそうなんアマゾンで「根陰選挙の感想見てきなすごい面白かったですここうこうで面白かったですでもヒロインが出てきませんでした」とか言ってみんな書いてるんですよ ヒロインがいないなイコール暇らあかねですだからキ狩堂かキ狩堂ってバキバキ堂弟って言って彼女ができたらみんなから監視されてるから作れないって言ってるキ狩堂かもう暇らあかねえかっていう感じになっててそうですねそれか堀口ですし馬狩入れて3人で喋ったらいいんじゃないねそうそれでおぼろが UO としておぼろが UO なのかな それタニさんですねささんんはあの最高裁争った人え最高裁を今更さんが株を持っているのを、はいはいはい、ざっくり言うと不当に取ってっ、はい、それは違憲,違憲じゃねえ違法だって言って最高裁まで争ったってやつ <laughs>、うん、その相手の方です、ねうん、6, 億円6億円払って会社が潰れたんですよ、はい、そっかそっかか、うん 思い出しだから、基礎編のね、球大点だったから、もうギリギリですから、僕は。これはね、だから趣旨としては、お酒飲んだら、こうやって楽しく話そうよってことで、いつもサッカーとかさ、やってるじゃん、僕らさ、やってますね、げらげら笑いながらさ、飲みながらね、それを、そういうのがやっぱお酒だよっていうのが言いたい話です、一番はね。なるほど 僕、はい、もくしくもあの喋ってるせいで飲すます喋 <laughs> ってるせいで, <laughs>、はい、でここで、うん、あちなみにマシンナ,ナ,ナーズプラトゥーンっていうのが出てくるんです米国機械化招待って言って体が機械に覆われたアメリカの軍が出てくるんですけど強そうこれ結構モブなんですよあ<ー>強いんだけど<う>やられ役。 ええなんか結構主要人物っぽいですけどそうそうそう。ボス級じゃないんですよ。じゃないんですね。やられ役なんですよ。これ、カルピス軍団だなと思いますね。ハウス・オブ・トーチャみたいな感じですね。ハウス・オブ・トーチャあ、そうそういう感じ、そういう感じ。あのあのね、バッドラック、何だっけ。えっと、イービル。イあ、イービルか、ハウス・オブ・トーチャー。俺が言ってるのなんだえバレット・クラブ。バレット・クラブか。何が違うえっと、バレット・クラブないのユニット。ああ。イービル誰がいいんだっけ、高道の子じゃないえすと。 高橋裕次郎とあと翔と陸斗をああはははははなるほどちょっとわからないですもまあモブなんですよモブなんだねでもそこまでいいモブじゃないんですよでまあさておきこれで言うとやっぱりシュナブルさんが僕が僕これストーリーテリングだったら シュナブルさんって人が今度話するんですけど飛かさんが寝解け戦記読み終わってその話を取った後とは寝解け千金1章2章3章一1個ずつやったらちょっと3月忙しかったから読めなかったからねでその後にシュナブルさんやりますわかりましたそこでわかるんですけどシュナブルさんが最初の強敵なんですよシュナブルさん暇空あかねたいシュナブルっていうのがあってこの戦いがあってシュナブルさんまだ生存してるんでやっぱり出てくるんですよ 物語だったら。お<ー>最後になって仲間として出てくるか。そっか。今そらカネさんが、くっ、ダメだイカは <laughs> 俺は夢にゃんに勝てないのかって言って、<laughs> まだ諦めるのは早いよっ,つって。誰だ、シュダブルって <laughs>。<laughs> そういうストーリー,ーそうそう。<laughs> 僕はヘミニストだから、夢のさんの攻撃は効かないんだ、みたいなこと言って。夢 <laughs> にゃんの攻撃は効かないんだって。 ダメだ。しかし、火力は足りない。シュナブル、お前が来てくれたらありがたいが、この火力だが勝てないんだ。つって。右を見てみろ。つお前は、堀口秀俊。<laughs> 来ちゃったよ。つって。のピンチには来ないわけにはいかないからな。<laughs> つって。<laughs> バカ言ってんじゃねえよ。友達もいねえくせにな。<laughs> 俺以外はな、みたいな。<laughs> <laughs> なんか言ったか紀伝。ストーリー何か言ったかつって。<laughs> うるせえよ。しょうがねえ、馬鹿どもが。行くぞっつって。<laughs> <laughs> シュナムルさんと、折口秀俊と、ヒマソさんの3人で、東京都庁で突っ込んでいくとい、はい。<laughs> なことはないんですけど。プロ <laughs>、まあ、レスだったらありそう <laughs> ね。ねのプロレスとかストーリーだったら、ね、これ現実だからそんなことはないんですけど。<laughs> うんうんうん シュナブルさん多分歴史に再登場すすると思いまよそうなんですねそういう方なんだ活動してるから今もですね完全に要するにマスクマンだったんですよ現実のシュナブルさんっていうのがいてマスクをつけてキャラ作ってエル・デスペラードって名前でリングに上がってたわけですよマスク取られてこいつ名前本当はは田口って言うんだよみたいなのがバレちゃったわけですよそれでちょっと活動しづらくなってる田口さんだんだっけえっと ど忘しちゃった。えっと、あの。トロングマシーンです。ねあ、それ平田ね。平田。あれ。デスプライドの本当の。名前はちょっと。あるんだね。はい。まあ、どうでもいいんですけど。そうですね。マスクマンがマスク取られちゃったんです。はい。で、またマスクつけて上がってくるじゃないかと思うんですよ。うん、うん。敵か味方だと、まあ、敵なんですけど。はい。そこを意表つくのは面白いですよね。プロップしてね。はい。うん。そっか。シナグルさんと。 ひまさらあかねの共闘っていうのは僕はリアルタイムで見てないからピンとこないんですけどもしそうだったらやっぱ子さの人たちはおおってなりますよちょっとこう上がりますねおおみたいな調べるさんこういうの得意だからこれ調べとけよお前に命令されたくねえんだよカタ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 みたいな調べてんじゃんカタ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 これ思うと現実はこういうことないですよ はい、これ知られたら、ひまさらさんにブロックされるんで、重ね重ねネットに書かないでほしいんですけど。<laughs> めんどくさいんで。はい。あの、プロレスは、これをがあるんだね。プロレスは、まあそういうこともありますね。あの、ああ敵対してたのに、えー、が、えっ、ー、と、まあ、ヒールからベビーターンしたり、ベビーがヒールターンしたりとか。例えばまあ例えばですけど、まあ、 最近で言ったら分かる人は分かると思うんですけど成田蓮っていう選手がいてベビーだったんですけど同期のやつと海野っていう同期と一緒にやっていこうって言ってたのに急に裏切ってハウス・オブ・トーチャーに入った海野弥生じゃないです知らない知らないか知らない人はいいですはいだからそういうのもんかまさか裏切ってハウス・オブ・トーチャーに行くって基本的には思わないわけですよ もう,もうちょっとさ、メジャーな例ないですか外メジャーですよ、これ。<laughs> 第一戦のプロレスですこ <laughs> れ。そうなんだ。<laughs> そうなんだ。んだだ昔で言ったら、天山が蝶のはい,はいはいはい。天山が蝶のたちの、えところから、えー、なんだ、もうちょっとざっくり言ったら、<laughs> えー、NWO ってところで最初やってて。ああで、岡田和一がいたケイオスっていうのができた時に、ああ天山を、 除外して最初は一緒でやってたんですけど追い出した追い出したそういうのもあったりとか天山と岡田和親って戦ったりするの今今はほとんどないですないかほとんど今ないか格が違っちゃったもうそうですね岡田和親もしかももう a w 行っちゃったんであそっかそっかそれが岡田和親戻ってきて例えばですけどはい 誰かタッグパターン探してるって時に天山が「俺がやろうか」とそういうのはあったりするんですよねお前のことは正直嫌いになったけどよもう一回だけ組んでやるよそうそういうのが熱いわけでねあったりそういうことでしょそういうことですそういうことです連ドラっていうのはねはいそうですシュナブルさんの再登場っていうのはね仲間になるか敵になるか釜川柳になるかの三択なんですよああそういうことかどれになるんでしょう だからパターンでかませヌパターンはだからいざラスボス M さん M って人がラスボスだとして「魔王 M よ最後の勝負だ!」っって「待て俺を倒しから行け」と篠野さん出てきて「お前はもういいんだよ」ってってボンってやられて終わるかませヌパターンか敵になってラスボスの前で構えてると中ボス的な立場でお互いもう理解し合って尊敬し合っていると。 実力は認め合ってるけど、悲しいけど、お前を殺さなければ、俺は先にはいけないんだみたいなやつね。あとは仲間になるパターンね。仲間なんど、やっぱストーリーとしてはやりやすい。そうやりやすいですね。確かにね。胸厚なところ。胸熱しね。やっぱ大の大冒険も、ハドラーが助けに来たとこ、最高じゃないですか。あ、なんか、ありましたね。あ、懐かしいな。大の大冒険。大の竜王みたいなやつですよね。ハドラーって。まあ、そうなんかな。なんか、まあ。 魔王みたいなですよねの大は大体みんな仲間になっていく大体でも結構仲間は増えていくですよドラクエもねモンスターが仲間になったりとかそういう流れありましたもんねそうなんですよドラクエのモンスターはちょっとまた別なんでプロットと関係ないからねというわけでですねこういうふうに物語結局ね今こうやってアニメの話したのは全然 的が外れてるしアニメで当てはめるなんてバカじゃんって言うんですよわかるアンチは、うん、はいねちょっとプロレスもそういうのに似てます、ね、ああ<ー>うんうんうんバカじゃねえリアリティーイメージそうそうそう。たけど、うん、でも、うんはい、そもそもこのストーリーっていうのは、うん、このメジャーな漫画っていうのはものすごい 知性の高い人が作ったもので人間の本質をつかんだストーリーじゃないとダメなんですよ。売れないんですもんね。プロレスだとそうでしょだと思いますよ。小手先のストーリー作ってきてさ、なんか分かんない知らねえ4人組んでさ、評価やりますって言って、実は俺たち幼馴染なんですよとか言っても、知らねえよってなって。知らねえやってないですけそう。だから、4人もし組むんだったら、それぞれ、 同じ時期に新日を受けたんだけど、全員クビになっちゃって、一、ね、人だけ新日に残ったんですよ。ああ、そういうのいいですね。で、一人は全日に行って、はい、残り二人は地方プロレスに行って、はい、そっから10年戦ってきて、うんいいね、それで地方に行ってた人と、が、はい 二人、新日に戻れることになったんですよ。はい,はいはいはい。<で>お分かったと。そう。もし一前日に行った人が、はい、じゃあ俺も新日行くよって言って、前日にいきなり見下り班突きつけて、はい、新日に行って、<い>で、新日で、その、 あの時の4人が揃うわけですよ。はいはい同期もね。そう。それでタッグを俺たち4人どういうタッグも組めるかなって言って全日に挑戦状を送るわけです。熱いですね。みたいなことがストーリーでしょそうそうそう。それがストーリーなんですよ。そう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 。こういうふうにストーリーっていうのは人のコラを動かすようにできているんですけどじゃあストーリーテラーがいるとしたらどういうシナリオを書いてるかっていうのをいろんな作品から逆算していくのが暇らさんなんですよ。 おやっぱゲーム好きっていうのもあるしそう、うん、なんか人の心を打つようにプロパガンダであったり、うん、まあストーリーを作ってる人が後ろにいるという想定があるわけですよ、うん、あそうなんですねそうで実際それが裏ボスと言われている元事務次官の村木敦子さんであるという説があえいう想定があってだからこういうふうなストーリーにすればお金が集まるシステムができるわねっていうふうに考えたんじゃないかっていうのを ストーリー上こうなってるはずだってところから逆算していくと。うん、だからストーリー理論で、えっと、被害、えっと、若年被害女性のためにお金を集めるというストーリーを作った村木さんに対して、うん、そのストーリーを逆読みすることで、あの、こあのそこをハッキングしていく暇空あかねっていうね、非常に面白い高度な戦いが行われてるんです。<ー>で、この戦いは、村木さんは多分暇空あかねのことをめちゃくちゃ警戒しているわけですよ。うん で3下は暇空あかねえやつザコだからとか言ってるわけですよ。はい、ねうん、うん、だけど僕からすると村木敦子っていう人とかまあその左翼の上の人、うんはい、あのそれこそ上野千鶴子さんって僕の賢さ僕の脳の回転知識の量が100だとしたらもう1万とかある人んそんなに下がります僕が頭いいとか言うのはないんですよあの上野千鶴子さんの前では。うんうん、そのの回怪物ですよ な、うんだろうね、あのー、圧倒されます、ね、圧倒だ、えー、圧倒的な力、ね、アンドレ・ザ・ジャイアント合ってるアンドレ・ザ・ジャイアントぐらいですよねうん、うん、だから表に出てくるやつは確かに大したことないですよ、うんね、町山さんだって別にラジオで映画の批をしてる人じゃないですか、はい、東大で、うん、もう東大のど真ん中社会学のど真ん中で、うん 一歩も譲らずにずっと勤め上げた <laughs>、はい、その思想界の化けンが上野千鶴子ですよね。うん、そかで事務次官まで上り詰めただけでもありえないんですけど、はい、あのもう官僚で事務次官になるってもうありえないんですよ。そういうあ,ありえない,な,かな,かないってことですかだからうん新日のメインイベントだと思えばいいんじゃないですか。そうか、うん、だかだら 内藤か岡田和親ぐらいですよ。あとは誰、えっと昔のでいうと長野とか。そうですね。長,と長州とか。とかうん、そう、そういうクラスの人が事務次官ですよね。うん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 。あのお尻の田口さんだっけ。<laughs> とかは、事務次官じゃないですよ。天下りしてるんですよ。もう。<laughs> 天下り。本当中心を中心、<laughs> じゃ、じゃあ、内藤と岡田和親の後の事務次官誰ですか。ああ、今、顔ですよ。今一応辻っていうやつが出てきてるんですよ。辻。 ミニモリの。狭いも言ったね。狭いもんったね。辻ね。筋が出てきてると。が出てきてる。はい、でも、それさ、事務次官になるだけ説得力まだないよね。まだないんすよ。俺知らないの。い確かに俺に知らないって言われたらなれないんだよね。やっぱね。そうですね客。客呼べないといけないから。確かに。それが今、あの、世代闘争みたいな。そう。うん、だから、その、官僚のトップオブトップにいていいってみんなが納得するだけの実績であり、持続ないといけないわけだから。そうですね。 そう確かにねもうでしかも検察が捕まえようとしたんですよね、はい、検察が、あのー、要するに村木敦子さんを捕まえようとして、はい、もう追い詰めたんだけどそれをウルトラ C でくぐり抜けてなんか,逮捕されなかったんですよへ<ー>だからサハ系の人は結構検察を恐れてるわけですけどうん、まあ、ある程度上に行くとみんな検察を恐れるんだろうね みんな何かしら何かしらやってるから何かしらっていうか何かしらエちゃもん作れちゃうからそれで英雄視されてるとへえそういう日本日本市場の化け物みたいのが後ろにいてそれと睨み合って盤面を見ながらいろんな人を見ながら戦ってんのがひまそらあかねなんですよよくよくぞそんなことができるなっていう話でそれはねなんだろうねやっぱひまそらさんをバカにするのも あの左側の人をバカにするのも俺は間違っ両方間違っててうん、うん、結構すげえ戦いをしててうん、うん、でなんかひまさらはゲームと間違えてるとゲームみたいに何も考えて、あのー、ただ勝つの楽しんでるだけだろうって言ってる人いたんですよ話の人組んだ、うんで違うんですよゲームっていうのは勝利目標があって、うん、その勝利目標を得るためにどういう手段を取るかと、うん、いうことをやるものである勝利目標がもう、うん、えっと、まあ、保守派じゃないんだけど 今あるるカルチャーを大事ににしていくようにするのか、うん、もう日本では稼げないんだから日本から絞り取って破滅する方向に持っていこうとしている左翼なのかっていう戦いだと思うんですよ僕は。うん、左翼は日本破滅していいんであ<ー>引っ張るだけ引っ張ってはっさと滅ぼした方が日本のためになるよって本気で思ってるんですよ。うん、で日本語もなくなっていいし、うん、都道府県の区切りとかは今と変わったって全然いいし、うん、中国になったっていいと思ってる道州制とととかかどっちいいうかあそういううそそのもそうだよね、うん 日本語廃止とかもいいよね漢字廃止とかねアルファベットでいいよとかね破壊的なんですよ結構ねスクラップですねスクラップさあスクラップしたいとリ今ザさんはそうしたくないからそういう意味では保守的なんだけどいわゆる保守思想家とは違うとポピュリズムじゃないんでね僕はこのスプリガンの話をしたことから分かるように結構そこは近いよね あ,ーあんまななやつで好きじゃないんだよね <laughs> まあなんかでも高尚な人たちは高尚なこと言うのは当たり前と僕は思うんですけどそういう方々がやっぱり分かりやすく説明してくれるっていうのは結構実は難しいじゃないですかだからなんだろうなそれをバカとかって言っちゃうと違うなと思いますけどねやっぱりね思想の方を思想で突き詰めていくっていうのは人類の悩みではやっぱ必要なもんなんですよまあそうなんでしょうと なるほどドイツはそれは過剰だと思うしドイツはね思想で暴走するんですよそうなんですね川口万恵美さんっていう人の本見ると分かるんですけどあっちの人と結婚した日本の人かな多分ね日本とドイツを比較してドイツ理想国家って言われてるけどそうでもねえよと電車時間に来ねえしあそういうイメージとちょっと違うよっていうのとあとドイツ人は理想に突き進むんですよ。 例えばクリーンエネルギーにしたいとかいうとクリーンエネルギー法案が通ると右も左も全員号泣する勢いで理想が達成したって言って残るんだって日本はその基本的にもう畑の話をしてるんでもともと農業国家だから自分の畑がどうなるかってことが関心事なんで自分の話とか個別具体的な話のことを気にするんでその対極感がないんですよ。 世界の中でどう振る舞うべきかとかはできないんでだ,、ね、だから左翼からするとその日本の旧来の文化っていうのは世界に誇れる日本にするためには邪魔者なんですよ、うん、なるほどそう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 いうことかでこれはどっちがいいとかはなくてやっぱり、ね、両方があった方がいいことで、うん、ドイツは思想が偏りすぎて極端なんだそう 極端に、あの、ロシアと中国に依存するっていうウルトラシーをやって、ね。今ボコボコになってるんですけど。そうそうそう。これもウルトラシーなんですよ。<変> <laughs> そで、ね、全部 EV にするとか言い始めた。ああ、まあ、なんかそういうイメージありますね。ねやっぱもう無理ってなったんですよ。うん。そう。だから、極端なんだよね。うん。原発もほぼ廃止した、多分廃止したんですけど。はい。原発クリーン、危ないから。ドイツですか、ね。電気足りなくなって、隣のフランスから原発で作ったやつ、買ってんですよ。 何言っとんだと思うじゃないですかでもやっぱ原発を廃止してグリーンエネルギーにするっていうことにドイツ人は税金上がってもいいっていうんだって達成することに意義があるみたいなのがあるんですか、ね、そうでやっぱりあの移民なんていうの困ってる人を助けるのが人道ってもんじゃないですか、うん、ということで移民を大量に受け入れて治安がめちゃくちゃ悪化してるんですよねうう受け入れすぎなんだけどそういうことなんだ移民の待遇最初すごい良かったんだよね、うん ああ確かに極端な感じなんですね、うん、だから極端で暴走するのがドイツなんですよ日本は何がいいかっていうのはすごく難しい問題で、うん、もうあの保守思想のやつはバカだから全員消えろなんていうか、うん、あるいは左翼はクソ左翼ばっかりだからとか言っててもしょうがなくて、うんうん、あの何ていうのかなやっぱお互いあのシーソーの片方に、うん、いる。はい 両方いて両方ないと目立たないものみたいな意識が僕は本当は大事だと思っていて右か左か古いっていうのはもう言われつつあるんですけどただあの左側の利権と右側の利権っていうのがあって、はい、右側の利権は自民党中心にあるものですよ、うん、もうあの地方ですよね。はい、で左側の利権っていうのは都市とか、うんえー、あるもんだし最近できてきたのがそのあれですよねそのコラボ、うん、コラボっていうかあの WPPC 問題のあれが利権とするならば最近できてきた左派の利権なわけですよ。なるほどねだからちょっとあんまり俺も詳しくないんだけどブラックとかもある種の利権だったとかねそうかもしれない、ね、そういうのもあるんですよ。うんうん、そういうの戦後に戦後に大体できてるシステムなんで、うん、今戦争から何年経ってる45年に終わったんだからえー、っと十5プラス24だから。 もうそろそろ80年。ということはやっぱ戦後の世代の人がもういなくなっていく時代になっていくんで、うんはい、じゃあこっからどういう日本にしていくかっていうのを僕らの世代が考えていかなきゃいけなくてそ,うです、ね、その最前線が意外とそのひ、ね、きこもりオタクと言われるひまそらあかねだったりひまそらあかね対村木厚子が、うん、これも最前線なんですよどういう日本にしていくか。 昔はアメリカ派対中国派で右派とサ派ってやってたんですよ、はい、でも今はもうそうでもないんですよ別にひまさらさんアメリカ派じゃないからねうん、うん、僕も別にアメリカ派じゃなくて、うん、で日本は普通のフランスとか国だと右派と左派がいて。はい 自分の国が好きなのは前提で、うん、じゃあ右に寄るのか左に寄るのかってやるんだけど日本は日本はもうダメな国だから、うん、アメリカに依存するのか中国に依存するのかっていうその二択になってるわけですよ左派の人は中国の問題言うと「いやいや中国やってるよ」って言うんですよでアメリカと近づくとめちゃくちゃ反対するんで、うん、基地の前に座り込むよねなるほどね、うん、そういうことかそうで右派はアメリカを支持して右派っていうかあの 俺はそれう派ってあんまり言いたくないんだけどそのまあなんだろう「見る」とかね「見る」っていう雑誌とかそれこそ百田さんのとことかは例えばトランプ政権支持みたいなこと言うんだよね。関係ねえじゃんそんな日本とまあ多少かそんなアメリカの話なんだから関係ねえじゃんってなるんですけどもうトランプがやられたのは陰謀だみたいなことをやったりとかするわけですよね。 この話を僕がベットしてててる掛け金払っててしかもひまさらさん側に払ってて、うん、おかげでたまにカルプスに文句言われるようになりましたよ <laughs> まだ1個だけどね、はい、こういうのはもうサッカーやってたから全然気にならないんだけどうん、うん、サッカーのほひどいからね案外ねなんか、うん、サッカーの界隈って結構ぎすぎすしてますよねそうよね <laughs> なんだかんだ言ってうんね 徳島サポが社長辞めろって詰めかけたら、10分後に辞めさせましたって言って、なったりとかね。ねかすごい世界ですよね、よく考えたら。なんか、サッカー界より涼しいね。全然。仲間もいいし。サッカー界仲間もいねえんだよな、これ。<laughs> サッカー界結構、なんか、一言でどんな感じっていうの難しいっすね。うん、あれですかあれはなんか、ある種の地獄絵図ですね。すね地獄絵図を楽しむ。 コミュニティかもしれないそうですねだから僕らが活動してる仲間たちって結構レアケースだと思うんですよねうんこんな違うクラブ同士の人たちが仲良く話してるってなかなかないそうだよねうんはいそうなんですよというわけで「雇用講座」で今日の話は「 タキシードパンダ可愛がられたいから始まって今更らかにはマヌルネコなんじゃないかとでここの猫ちゃん懐かない猫ちゃんがまあブサカワでねかわいいとこもありみんなとちょっとかわいいなっていう気持ちもありつつも彼が見据えてるこっちに敵がいるにゃと見据えてる先には実はその猫ちゃんが育ってきた大事な森を壊そうとしてるサハが自然破壊をそう。 俺の大,大事にしてきた愛する土地を壊そうとしてるやつがいるとはい、ね、でにゃーって戦ってるわけだよねこれは愚かに見える人もいるかもしれないし実際途中で負けるかもしれません、うん、むしろその可能性の方が高いです、うん、だって書類送検までされてんだからね、うん、そうですねただその時負けた時に俺はもう別にもう俺も一緒に負けます、うん、それがやっぱ応援したもの,の責任ってもんなんで一、ね、回だって行っちゃったからね ねうおしむって言っちゃったからジェフサポ切れたかもしれないけどねしょうがないねそうですね応援するって言ってもまあ僕らは力つかないと何にも応援もできないんでとりあえず上の動物園にマヌルネコがいるんで見に行ってください見に行ましょう見に行ってくださいマヌルネコは子供も生まれたらしいんですけどまだ見れないのかよく分かんないんですけどもしマヌルネコの子供が見れるようだったらそれが それは暇そろさんがアスナに会えたってことです。<laughs> というわけでね。はい、<あ>いい話のところで終わりましょうか。はい、いいのかな。というわけで、国政はなだろう。はい、お布施でメッセージ募集してますっていうのと、はい、なんかある。あとは。 まあ今,あの今月4月からえ週3回あとえこれがおそらく水曜日に出るから次また金曜日金曜ですね <はい S 2> であとは告知なんかやりましょうかじゃあ久々に商品紹介なんですけどこれ実際僕が使ってるものなんですけどあのこのカップマグカップこれあのダブルウォールマグカップっていうんですけどなんかあの水が浮いてるように見える本当だねすげえ中が真空になってるんですよ その中にえっとていうの飲み物が入るんで冷めづらいですよは耐熱もちろん耐熱で。耐熱は耐熱だろうね。ですよね。耐熱じゃないマグカップ。ってあるんですか。あ、そっかマグカップですもんね。ガラスが見えるから。それは耐熱ですね。ということですよね。 アシカさんがマンカップに入れたコーヒー、うん、<laughs> あの事件ねねっアシカさんが入れて飲もうと思って置いといたやつ俺が気づかずにそれを自分で飲んだっていう事案があったじゃないですか僕はなんかあの自分の頭を疑いまして<う>どこいたっけと思ってあれアシカさん警察に被害届出したでしょ ししまた調査取り調べ来ましたよ朝4時に朝村時太郎っつっ太郎ントントンコーヒーのそう瀬戸のおそばでまあさておきですねあのということがあってじゃなくてえっとそれ飲んで思ったんだけどはい。こんなに冷めるんだと思ったあなるほどコーヒー冷めないですねあんまりそう全然冷めないそうなんだですよあそれは冷めるよ蓋してないから厳密には冷めるんだけどなんかあの あったかいて飲める時間が長で結構で僕おすすめしたいのがなかなか電子機器を使ってたりすると眠れないんです夜ってギラギラしちゃって時はあるんでそういう時は電気暗くしてハーブティーとかを飲むと良くてノンカフェインのやつルイボスティーとかコーヒーはカフェインがきついから紅茶はそこまで多くないんで別に普通の紅茶でもいいんですけど薄めに入れたらそういうのを

ルールル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 この番組なんか中村さんの,そのスキャットが終わるようなことが増えてきましたねそうですか、ね、これ食洗機でも入るし <laughs>、はい、まあでもちょっとお高いと思うじゃないですか思うね一応あのー、感想はそんなにないんですけどまあ普通のカップとして使えてね、はい、便利だし かいんでね高級なイメージがですねうんこれなんとですね1300円安い買おうかなそうなんですよ同じのを買わないでほしいです同じを買っちゃうとどっちやったっけってそうなんです違うカップでも間違えるからね十15個以上買うと1070円ですいらねえというわけで意外と全然買えちゃう安いんですね ととか百均のワンカップとかで俺使ってたりしたんだけど、か大きさもね、ちょっと適切なんですよ。これ3 0 0トルなんで。ちょうどいい。ちょうどええ。確かに。クイズちょうどええの時間なんですよ。なんでそれ知らない二丁拳銃のネタ。あ、そうなんだ。なんか、ちょうどいいことを言うと、ちょうどええつ正解みたいなそう。ちょうどええはい。 これを普通にただのおすすめですだから本当はねうちのグッズとか作りたくてねそうっすよね少々バグカップでも作ってやろうかと思ってそこまで回らなかったですよねちょっと余裕ができたら半分ネタで作っちゃいましょうかなんかさ硯で作るとさ在庫持たなくていいんだけどちょっとあれなんで儲けがほぼないですね儲けがほぼないから遊びで作る在庫でも送るのめんどくさいけどねそうですね送りやすいようにしといて 100個とか作っちゃうのはありかもしれないけどアイ残ったらいいなマグカップ100個怖いね怖い怖い待って80個残ってるんですよとかなんか安いよね本だって2000冊残ってるからねそうそうマグカップ、うん、受注生産違う何だ<あ>えっとオリジナルうんオリジナルマグカップオリジナルマグカップをラスクルで作ると多分100個とかじゃないのかな最低ロットあでも安いやつは1個269円が作れますね 1> 1個からいやえっ、ー、とですよ、ね、最,最低ロットを見ないとねうん50と100じゃないかなあ、一1個からなってるこれあそうなんでラスクルだからかな1個からだおーすげえただ1個だと多分単価が高いけどね 1>, うん、うん、1個だと440円ああ<ー>これでだって結局さ硯で作ると千五百円とか硯で多分ね、うん、もっとするかもしれない下手するね、うん、だったらこれで作っちゃってさ在庫抱えてほうがなんか楽しくない <laughs> まあまず10個作ってみるとかね、うん、あごめん違った1個だったら2100円だああまあそうっすよね40個で892円200個で641円だ200個か <laughs> 200個マグカップ売れないだろう売れないっすよね <laughs> 頑張って20じゃないかな売れて<の>も,もう組んのめんどくさいしねマグカップね割れてたとかなっちゃうとね割れてたって言われてもさ、うん、それ大和に行ってよっていうねまあまあそう,そうですね確かに さあまあ、うん、グッズを作る本を作りましょう。ですね。ということでね、はい、今週こんな感じで今日の話足利さんどうでしたいやっっぱり応用だけあって 急にもしこれが一発目だったら僕は今ごとに出てますね。個別具体的な事例を一個一個解説するっていうやつとかあるいは難解な事柄をしっかり説明するっていうやつはわかると思うんですけどこれはもう思想が自由に飛んでいく麻薬トリップ型なんですよなんでアーティストが麻薬をついばむかというとこういう発想が欲しいからなんですよ。あわかる気もする。僕はもう人間 人間脳内マリファナなんで、ね。人間脳内マリファナなんで、そういうことはできるわけですよね。なるほどはい。というわけで、はい、人間脳内マリファナには、あの、気をつけて。けてはい。タイでやりましょう。<laughs> <laughs> やったことないですよ、僕は、ね。<laughs> はい、というわけで、また、えっ、ー、と、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、ますありがとうございました。